衆議院議院員岩田和親です食料自給率シリーズの4回目今回は食料を輸入に頼りすぎるとどうなるのかについてお話をします現在日本では約62%カロリーベースで輸入に頼っているといった状況ですこれらの食料が全く輸入できなくなるというのは極端かもしれませんが国民の健康と命を守るという国の責任を考えた場合 最悪の事態も想定をしておかなければなりません世界情勢を見てみると将来食料が不足するのではないかといった心配の声がさまざまあります世界人口は増え続けていますしまた異常気象や大規模災害によって食料が取れなくなり不足するのではないかと心配する声もありますそして最近の新型コロナの影響によって食料の輸出国が輸出を制限すると いったことも実際に起きていますこういったことを考えて我が国では食料自給力といった指標を今作っていますこれは国内の農地や技術力そして農業生産者をフル動員をして最大限どのくらいカロリーを作ることができるのかということを考えたものですこれによると今の日本の状況では米や小麦を中心に作るだけでは十分でなく 芋類を中心に生産をして初めて国民一人当たりのカロリーが足りるといった計算になっています具体的には夕食であってもご飯一膳、コフキーも浅漬け、そして焼き魚一切れといった内容になりますし卵は二月に一個、肉料理も一月に一皿しか食べられないという内容です こうならないためにも食料自給率をしっかりと向上させていかなければなりません次回は我が国の食料自給率向上に向けての政策についてお話をします